ピープルインザボックスのドラムの山口です。我々ピープルインザボックスは今回初めて、ビルボード東京そしてビルボード大阪で、ライブをやらせていただくことになりました。で、大阪は、11月の24日金曜日、2回公演あります。で、12月9日土曜日にビルボード東京で、こちらも同じく2回公演で、やらせていただきます。初めてのビルボードでのライブなのでまあいつもとね、全然違った雰囲気で演奏するっていうことが、メンバー含め僕含め全員ね、楽しみにしております。で皆さんもお客さんの皆さんもね、ぜひいつもの雰囲気の違ったピープルインザボックスを見に来ていただけたらなと思ってます。それではライブ会場でお会いしましょう。